こんにちは。私は普段ハンバーグをそれほど食べません。しかし自宅近くにマックがあるので、たまに食べたくなることがあります。今回の動画はマクドナルドのキャンペーンについてお伝えしたいと思います。今回のキャンペーンについての内容と参加の方法については、こちらの動画をご覧ください。こちらがマクドナルドのキャンペーンになります。では見ていきます。リプライで当たるキャンペーン。 日本のカルビマックとカナダのマイティービーフオリジナルイギリスのスモーキーバーベキュー第1弾キャンペーン期間が6月24日17時から23時59分6月24日の対象の投稿に「いい意味で憎い」をつけてリプライ第2弾が7月1日の9時から23時59分7月1日水曜日の対象の投稿に「絶対カナダうまいでしょう」うをつけてリプライ。 第三度のキャンペーンが7月4日で9時から23時59分7月4日の対象の投稿に、えー、今日のご飯は肉をつけてリプライ対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライすると抽選で各29名様に1000円分のマックカードが当たるというキャンペーンですキャンペーン名はリプライで当たるマックカードプレゼントキャンペーン、えー、キャンペーンの説明は先ほどしたようですねキャンペーン期間も先ほど説明しました 参加方法なんですけれどもステップ1でツイッターでマクドナルド公式のツイッターアカウントをフォローステップ2でですね、えー、例えばあいい意味で憎いの場合ですねマクドナルドジャパンが2020年6月24日に投稿するいい意味で憎いハッシュタグがついたキャンペーン対象のツイートにリプライで「いい意味で憎い」のハッシュタグをつけてリプライです。えー、ハッシュタグはでですね全部で3種類あって いい意味で肉いいのほかに、えー「絶対カナダうまいでしょう」うとですねあとはあ「今日のご飯は肉」ですねこの3つですねそれがステップ2ですねそしてステップ3で、えー、抽選で各投稿ごとと名様にマックカード1000円分が当たりまますすなっていますあとこちらに応募資格条件とあと抽選当選発表についてあとその他注意事項などが書かれています以上です えー、こちらでですすねマクドドナルののツイッターのアカウントですまだですね、えー、リプライキャンペーンのー投稿はされてないんですけども、一応やり方だけですね説明したいと思います。まず、マクドナルドのアカウントですね、えー、これをフォローします。で、フォローした後にですね、えー、と例えばこれがあ対象の投稿だとすると、リプライをします。リプライっていうのはこちらのボタンですね。 こちらのボタンを押します。でえー、こちらのボタンが出たらあ指定のハッシュタグをつけた後に何か適当にコメントを入れて返信するという感じになります。以上です。いかがでしたでしょうか今回のキャンペーンをまとめると以下のようになります。キャンペーン名リプライで当たるマックカードプレゼントキャンペーン、えー、キャンペーン期間ですけれども全部で、えー、第1段から第3段まであって、えー 第一弾がハッシュタグがいい意味で肉位になりまして2020年6月24日17時から6月24日の23時59分第二弾がハッシュタグ絶対カナダうまいでしょうで、2020年 7, 7月1日の9時から7月1日の23時59分まで第三弾がハッシュタグが今日のご飯は肉29ですね2020年7月4日9時から7月4日23時59分までです 参加方法ですけれども、3つのステップで、えー、分かれています。まず1番目、Twitter でマクドナルド公式 Twitter アカウントをフォロー。2番目、マクドナルド公式アカウントが6月24日、7月1日、7月4日に、えー、ツイートにハッシュタグをつけてリプライ。丸三番あ、抽選で各投稿ごとに29名様にマックカード1000円分が当たるとなります。応募資格は Twitter アカウントを持っていること、そして、えー、今もした。 今話した参加方法を守ることですねあと注意がありますキャンペーン対象ツイートにリプライする前にマクドナルドをフォローすることですねコメント後にフォローした場合当選時のダイレクトメッセージが届かないため当選権利が無効になりますですので最初にフォローですねこれを忘れずにやってください続きまして当選発表ですね当選者へはアゴイズツイッターのマクドナルドの公式アカウントからダイレクトメッセージで 送付先の登録フォームを連絡しますまたダイレクトメッセージの受信後7日以内にご登録いただけない場合は当選を辞退したとみなされます、えー、そして当選された方へマックカードの発送は7月下旬以降を予定しています、えー、今回のキャンペーンですけれども参加するのに費用はかかりませんし時間も1分もかかりませんマクナルドをフォローしてキャンペーンツイートが投稿されたらリプライをするだけです まあ29名しか当たらないので当たる確率は低いですけれども参加しないと絶対当たりませんまあ気楽に参加するのがいいと思います今回の動画はこれで終わりですご視聴ありがとうございました